はい、と2020年8月19日ドラクエウォーク、本日は明日のコーナーのお知らせなかったよねということでお話をいたしますということで、これは結論的に言うと私コーナーのないんじゃないかなって昨日思ってたんですよ。というのはこれ何遍見てもね、何にも福引きはねちょっと感覚が詰まりすぎだから SP も入っとるし、ない可能性はあるかなと思ったんですけど、コーナーに関してはないのかなというのが、これ過去ね高難度なかった時とかずっとイベント遡っていくとね、3月にあったハーフアニバーサリー、あの切り裂きピエロの頃にが2週間でなかったんですよ。なんだけどその時は復刻の竜王があったんで、まあ、それも兼ね合いとありますけど、まあ、ちょっと慌ただしい中で、まあ、さらにピエロだけだとそんなにね、あの高難度的のイベントも出しにくい、期間も短かったし詰めにくいっていうのもあると思うんですけど、それ以上に助っ人さんで出すと名前が出る誰か、このねちょっと待ってくださいね、今回のこのヘルジュラシックがレベル30が、これがやらないですよ、やらないですよ、尺が長くならないですよ、これが実質もうこれが高難度だと思うんですよ。というのが私ねアホなんでね高難度どうなるなどうなるなずっと今週ね想定しながらね、これをね助っ人さんなしでやってたんですよ。どう思います？めっちゃきついっていうか、世界樹とかそれこそ雫とか使ってかな、ほんと無理ゲー、うん、無理ゲーでした。あのビクシ全員にかけやいいんじゃねえかっていう話もありますけど、そこまで持ってくのが助っ人なしでいくのがすごい安定し、安定なんてもう無理無理無理。いや何遍もやったんですよ、何遍もほんとやっとるで分かるんですよ。クリアできんことはないですよ、その世界樹とか使ってて雫とか使ってて、要はねヘルコンでやった時だとザオラルで起こしゃいいってありますが、魅了されてもなんですけど、今回で言うとヘルジさっきの画面しとくかヘルジラに関しては起こしたってこいつ結局フワーハないとダメですが、一発でフワーハかかってないと200ぐらい食らいますが、だから2人おると400ぐらい食らいますが、だからそれをザオラル戦法やっていくと結局何世界一の全回復で起こしていかなあかんのですよ。いやそれやってきゃ別にできますよ、できますよ、ただ世界一が恐ろしい量で減っていく。私言うとね60ぐらい戻ったかな、1回でそれこそあれだよ10、20へっちゃらで飛んでいくよ。いや本当に左落とすまでがそれぐらいなんですよ。それぐらいやれば別に倒せんことはないですけど、ちょっとどこら辺だったかな、世界一がね80ある、なんか別にやれんことはないんですよ。だけどこれ例えば高難度来た時ってこういうとこか、これか、あれタップして入れんか、これか、こういう風ですかね。例えばここがなんていうの、高難度なんかねヘルジュラシックの恐竜の洞窟かなんかそんな風に出てきて、でそこのクエスト入っててやりますが、そうすると助っ人が使えんすが、多分高難度助っ人使えんと思うんですよ今回の仕様で言っても。そうすると今で言うとねガイアありき助っ人ありきの前提の強さですよ、あれどう考えても。ガイア以外でやるとめっちゃきついですよ。わかりますよ。素直にわかりますよ。何遍もやってるもアホだもんね。暇だもんね。ということで。なんで、多分それがね、昨日とかでも思って、このレベルで、だから何人っていうか世界的に見て、日本的に見て、クリアできる人はそんなに課金しとっても、ジェムガチャ引いとっても少ないんじゃないかなというところで、ユーザーがついてこれんとか、っていうとこもあって、多分高難度にしないんじゃないかなーって。実質だもんね、ガイアだってそうだもんね、別に弱くはないよね。ヘルジュラがおるもんで、ね、影かすんどるだけで、別に、ヘルジュラがんかったら十分強いと言いますよ、あれだって素直に。なんで今回は多分そういうのをしてこないんじゃないかなーって。ただね、一個だけ気になるのが、今までだと、まあ、口の悪い言い方すると、雑魚キャラって言った方がいい？ちょっと待ってくださいね。砂漠イベで言うと、あいつらいましたか、石板とか。どこら辺によって、あいつらを使った高難度の手前のなんかプチ高難度みたいなやつありましたが、あいつ、ヘルコンと戦う前のやつで。そんなやつを多分作ってこんのかなぁ、というかこの石板いますが。今回で言うと、入手順で分かった方がいいか。あいつらいますが。ドラゴンキッズと竜戦士が戦ってないですが、ここでいますよね。ドラゴンキッズ、竜戦士おらんか、竜戦士いないか、竜戦士、あ、ここにおった。こいつらが何、敵のボスとして戦ってないですが、なんで、そこら辺のところを多分出してこんかな、軽い高難度、うん、まあ、そんなレベルで、いや、簡単にできるぐらいで、本当に。
ね、お茶を濁す程度のを出さんかなーってのは想像したんですよね。少なくとも今出てきとるヘルジュラシック以上のレベルを多分は出してこんと思うんですよ。いや、ついてこないと思いますよ。だってこれ本当に私何これ高難度ね、いや真面目にやろうと思った、いや、やろうと思って、そんなに助っ人がいないという前提で今のデッキで一応ね変わってないです、うん、考えとるのは変わってないというか、手持ちの武器とかがねこれ以上増えるわけじゃないし、ガチャで当たるとかね、ガチャ引いとるわけじゃないもんで、心に関してもね、そんな強い心が出るわけじゃないもんね。これもう今までやったデッキと一緒です。これで行くしかないんで、そうするとこれでやっていくと、助っ人いないんだったら、もう最初から何、世界で使ってって、もうピンチになったら雫使って、とにかく左の一体を落とすっていう前提でいかんと、多分ダメだと思うんですよ。いや、甘いことやってたらダメなんですよ。だから、フワーハが切れて起こしても、ね、100、200で世界中だけじゃ生き返らんから、もう全回復して、世界中のどっちの方だったあれ。葉っぱだったか？葉っぱだね。若葉じゃないね。葉っぱの方だね。葉っぱの方で起こしてかんと、もう無理ゲー、いや、何遍もやったんですよ、何遍もやったんですよ。なんで、そういかんといかんで、まあ、多分だからないんじゃないかなって。どっちにしろ今回ね、イベント的に言うと結構なにこれ。多分みんな、一般的な目線として、ドラゴンゾーミン、ドラゴンガイア、ヘルジュラシック、人それぞれ欲しい個数とかはバラバラだと思いますけど、多分今日の時点でみんながみんな欲しい個数、S の枚数分は多分集められてないと思うんですよ。本当は3個欲しいんだけど1個しかないとかっていう人も結構多いと思うんですよ。だからね、来週一応1週間か約で尺が詰まっとるとこもあるし、でさらにね、まだまだやらなあかんことだって、この方にも見えとるの分かりますがね、復刻のねメガモンがいますもんで、キングレオ、エビプリはいないか、いないな。スイカもまあ人によってはね欲しいという人もおると思いますし、そこら辺のところがね、特にキングレオとエビプリに関しては前ね取ってない人は絶対欲しいはずだから、うん、最低1個っていうのは考えとる人多いし、まだまだね自分の欲しい個数まで多分たどり着いてない人の方が多いと思うんですよ。私で言うと何も前回取ったでドヤ顔しとるわけじゃないですけど、まあ一応自分の規定個数分はあるし、今で言うとそこまでキングレオはっていうのを意識があるから、まあまあいいわっていうのありますけど、世間的な一般目線で言うとまだまだ多分これやること忙しいと思うんですよ。ポイントも集めなあかんしね、キッズも倒さなあかんし、流星士も倒さなあかんし、ガイアも集めなあかんし、メガモもね、キングレイも集めなあかん、エビプリも集めなあかん、スイカもおりゃ欲しい、ギガンデスは出てこん、あいつはね、まあまあまあね、期間限定じゃないからいいわってやっとるうちに、もう今日だって19日、20日、一応明日になって、そうすると27日1週間、そしたらさらに27日からまた新規イベントがおそらく来ると想像しますと、そうすると27日イベント来たなと思ったら28日レアモンですよ。もうさすがにね、14日のとこの週でキングスライム、メラリザード、ある程度自分の欲しい個数とかポイントね、10万ポイントとか集めた人はお腹いっぱいまではいかんけど、ちょっとまあ腹8分目ぐらいかなと思っとる人はね、手を抜くっていう人もおるかもしれんですけど、だけどね、その時に扱ったりして全然参戦できなくてまだ欲しいとかね、いや50万ポイントも100万ポイントも足らん、わしは200万ポイント欲しいんじゃっていう人はまだまだね集めたい人もおると思いますし、私こんな誘惑があったらね、ポイントがいくらあってもね、多分ね、私も多分ねそろーっと夜ね多分集会に行くと思うんですよ。昼間は暑いんで、なんで結構やることが多いし、まあまあ期間的にも詰まっとるし、今後さらにねまだまだ多分リリースしてくるはずだから、いや想像で言ってますよ。なんで高難度的には今回はスルー案件なんじゃないかなって、あ、強さ含めてね、強さが一番だと思います。最初から決まっとったのか途中から運営さんが変えたのかわからんですけど、もうある程度最初からこれ強さとかテストしとるなら想定済みなんじゃないかな。だってこれガイア持っとる人で悟りとかあっても助っ人ないと多分きついと思うよ、うん、楽にはいけんと思う。そんな安定して一発で攻略とかっていうのは多分は難しいと思う。助っ人なしな、特に結構運ゲー感があるで、最初の1ターンにいきなり落ちるね、ガイアがあったって別に先制されば落ちるんだろうね。ということでそんな感じで高難度はね、まあ、おそらく昨日の感じ、私結構やったんですよ、本当にしつこいんだけど、なんでなくなるんじゃないかなと思って、実際今日もね、いやお前しつこいな、何遍もこうやって横組みとんだろ、横組みとんだろ、3時になって、2時55分ぐらいからなんかそわそわそわしてて、ここクリックしたりね、タイトルへこうやって戻る。
タイトルへ戻る、いや戻らんすよ、戻らんすけど、ここでタイトルへ戻ってまた再起動したりね、自宅へ入って読み込んだりとかね、いやアホなことやってね、こうやって見とるんですけど、まあ多分ないんじゃないかなってことね、まあ、やることも多いんでね。かといって、じゃあお前はそんなにやることが なさそうで暇じゃねえかってね、思われるかもしれないんですけど、いやそんなことないですよ。これね、真珠ポイントがこんだけね溜まるとね、こっちでいくか、このお金が足らんのですよ。で今別に私欲しいメガモンがあるわけじゃないもんで、一応1日1体は倒すようにしとるんですよ。ギガンデスがおったらギガンデス倒して、ギガンデスはおりゃおるだけ倒しますよ。いないからほとんど倒せない日が多くて、で何にもなかったらまあ渋々キングレイを倒しとるんですよ。一応あれならまあ S1 体なんで、もう1体まあ別に最悪ね、うん、まあラッキーパンチ拾ってもいいかなぐらいで、エビプリはもうお腹いっぱいですし、キングスイカイはもう持ってますもんで、ということでやっとるんですけど、このねお金がほんと足らんもんで、どっちみちねレアモンでまた参戦していきたいし、これからレアモンどんどん来るとね、多分お金の方が足らんくなると思うんですよ。まあもちろん運営さんそこを見越してね、お金をね増やすためのなんか課金要素、メガモン以外にもなんか多分そういう手軽なねお金増やす要素、要はジェム買ってくださいパーねみたいな要素を多分出していくんじゃないかな、想像してるんですよね。まあ1週間2週間先の話じゃなくて、もうちょい先の話だと思いますけど、まあ、そこら辺も用意しとると思うんですよ。なんで真珠ポイントもね貯めていかなかんでね、意外に高難度とかそういうのはね、心集めがなくても、まあやることはね、いろいろありますということ、前は暇人なんだろうとかね、まあそういうことはなしということで、まあそんな感じで高難度多分ないんじゃないかな。っていうか、多分みんなこれない方がいいと思っとる人が多いんじゃない？な、称号しかもらえんし、クソ強いやつなんか、運ゲーのやつ倒したって何にも自己満にしかならんし、ねえねえ、多分みんな思っとる人思うんじゃないですよ。あれ倒してね、なんかガイアの剣100本ぐらいくれるならな、1でもな、世界中100個でも使っても倒すけどと思う人が多分、私もそうだね、ガイアの剣100本くれるなら世界中全部吐き出したるわ本当に、ということで、ね、まあそんな感じで多分高難度は流れていくんじゃないかなって、まあ、実際あったらね、本当その背水の陣、セミの覚悟で世界中使ってしかないよなって考えとったんですよ。とまあそんな感じでね、ゆるーく高難度がねないんじゃないかなって、暇なんでねヘルジラずーっとね助っ人なしで戦いながら思ってたんですよ。これはきついぞっていうところで、まあそんな感じでね、ゆるーく考察いたしましたということで、はい、ということでそんな感じで終わりー。